サウスジョージア島と居住地、グリトビ県ン1のイは、南大西洋に浮かぶイギリスの海外領土のサウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島のうち、サウスジョージア島最大の停泊地。地名は、スウェーデンの地質学者、ユハン・アンデショー・オンが1902年に、イギリス人が残した、怪獣類の油を保存する壺を発見したことに、由来する。1904年11月16日に、 芸油基地として確立した。195匹のクジラの芸油採取は驚くほどうまくいき、ゾウアザラシの油採取も始まった。最盛期には約300人の男性がここで働いていたが、その後の60年の間に徐々にクジラが取れなくなり退去した。1922年には島を訪れていたアーネスト・シャクルトンが急死し、同地に葬られた。 1982年4月上旬のフォークランド紛争の際にアルゼンチン軍に占領されたが、その3週間後にイギリス海兵隊が再上陸、奪還した。欠片の気候区分ではツンドラ気候に属する。グリトビ県には、グリトビ県捕鯨博物館、ノルウェールター派協会、シャクルトンの墓などの施設があるほか、放棄され、廃墟と化した家屋や、ゲー関連施設、 配線が多数存在する。グリトビ県捕鯨博物館の管理人として二人が居住している。グリトビ県は南極大陸を訪問している周遊船に人気があり、大抵の観光客はシャクルトンの墓を見学するために訪れている。ありがとうございます。